はようございます。釣り子 TV です。久しぶりにね、結構、ルアーを買い込んできましたよ。ということで、この中にね、買ってきたルアーが入っているんですけども、早速ね、何を買ってきたか見ていきたいと思います。はい。じゃあね、早速、どれからいこうかな。はい。じゃじゃーん。ね、浅草のラインスラック、ね、背びれの、販売日だよっていうことで先日行ってきました。おはようございます。いやついに今月はあの背びれが買える月ってことで、そう浅草のラインスラックまで来てみたんですけども、もう釣り子さんのために出しました。で、まああの、小倉さんに、動画なんかも撮らせていただいたんですけども、各ね、カラー説明とかこう背びれどうやって動かすのかなんていう当たってますのでよろしくお願いいたします。ということで、実際にね、店頭に行って結構まだねカラーも選べるタイミングだったので、この背びれジャンキーね、いくつか持っているんですけども、追加で買ってきてみました。まずはですね、この背びれのクリームソーダカラーっていうことで、これ夏っぽいしね、なんかまあ視認性も良さそうだし、キラキラも入ってるしっていうことで、このカラーねまず買ってみましたよ。でね、今回ねちょっとね気になる色がいくつかあったんで、これとあとね、はい、これね、中にねリフレクト板が入っていて、金ワカサギっていうカラーですね。まあ自分はあのダム湖に釣りに行くことが多いんで、こういうちょっとリアル系のカラーね、欲しいな、使いたいなーなんて思っていて、今回ね塗られた色の中でこの金ワカサギね、まさにベイトフィッシュじゃないですかみたいなね綺麗な色がね出ていたんで、あとねこの中にね、フラッシングする板が入っているこの感じのね背びれも持っていなかったんで、これもね、買ってみましたね、金ワカサギですね。はい、それと、いや実はまだ買ってるんですよ。はいね、これはね、背びれのグローピンキーっていうカラーですね。これまたね、ちょっとね、自分の手持ちの背びれの中に、グロー系のカラーっていうのを一つも持っていなかったんで、で、ちょうどお店にいたですね、常連さんとお話ししていたところ、あの伝説のグローが今回あるんですよ。で、あの前回のグローとは若干このね、違うね、ピンキーっていう要素が加わっているんですけど、とにかくこのボワーンと光るね、グロー系のカラー、これがね、めっちゃ効くんですよなんて聞いて、当初ね、この2つのカラーね、押さえておきたいななんて思ってたんですけども、やはりね、あの浅草の魔界ですね、店舗に行ってね、実際に見るとね、このグローのカラーもね、出来物で一つっていうことでね、ついつい買ってしまいました。ということで、こういう感じでね、背びれジャンキーね、3色。ね、この他にも魅力的なカラーあったんですけども、で、なんかね SNS とかを見ていると人気のカラーはものによってはもう売り切れたりしだしてるみたいなんで、取扱店が、まあ、浅草のラインスラックにね、在庫があればね通販なんかもできますんで要チェックだぜっていうことで、ほんとねめちゃくちゃね魚の寄りがすごいルアーなんで、持っていない方はぜひっていう感じですね。で、これだけにとどまらないんですよ。危ないですね、あのお店。あのね、行くとね、いや、本当はこれを買いに行ったんですよ。はい。ね。あのね、ちょっと前の販売になるんですけども、ジミー・ジェイの新色が出たよっていうことで、で、ジミー・ジェイのですね、このジミー・ジェイってこの小さいね、ピーナッツみたいな形の、まあ、トップウォータープラグ。ですね、水面とか水面直下をもごもごやって、でバスに限らずいろんな魚種が狙えるよっていうことで、ジミージェ次出たら買いたいなと思っていたんですけども、でね、このね氷いちごカラーってのがねめちゃくちゃね綺麗で可愛いんですよね。これをね買いたくて行ったんですけども、背びれもなんとちょうど発売したばっかりだったのでね買えちゃったっていう、はいね、ジミー・ジェイ、ね、ジ
小さなリップがついていて、ね、もうね、ほんとね、コンパクトで食わせのルアーっていう感じのね、そんな感じなんですけども、この手の形って結構、大好きで、っていうのは昔ズイールとかね、好きだった時ね、チマチマリスクっていうプラグがあって、まあよく釣れたんですよね。ほんと困った時はね、リスクっていう感じで、チマチマリスクね、よく野池とかですね、あと霞ヶ浦水系、まあもちろんダム湖なんかでもね、よく釣っていたなぁなんて思い出があって、まあ未だにね、持っていてたまに投げるんですけども、ジミー・ジェイはね、まさにそんな感じの、こう、一個あったら絶対お助けになるなっていうね、そんな感じの、可愛らしいルアーっていうか、こういうね、可愛いね、ステッカーもついているんで、で、針とかね、自分でこう、つけるっていう感じですね。なんか、管理釣り場なんかでもね、よく使えるみたいなんで、そういう場合は、まあ、シングルフック、バーブレスなんかつけて使ったりするのかなっていうことで、まあ、自分はちょっとね、ダムで、ブラックバスで、虫パターンっていう感じの時にね、これ使ってみたいので、まあクランクベイトっていうよりもこのリップを使って一点でね、もご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 できるだけね、オーバーハングの中の滞在時間を長くするとかね、そんな状況でもご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 使ってみたいと思います。ジミー J ね、ちょっとね欲しかったんでね、買うことができたので、裏にはね、ジミー J は、かわいい落下性型をしたシャロークランクです。リトリーブすると細かくアクションして少し潜ります。水面でちょこちょこ動かせば可愛いダンスをします。淡水海水問わず様々な魚が釣れていますの大きさ3センチ重さ 3.5 グラムフローティングということでね、ラインスラック、これね、2ヶ月前に発売されたルアーなんですけども、カラーによってはね、まだラインスラック店頭には置いてありましたんで、ジミジェ気になるようなんていう人はね、ぜひね、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。こんなところで、レシート動画が入ってますけども、価格がね、このね、ジミー J はね、980円。ね。これ980円で買えるんです。ね。で、980円で、こちらの、背びれジャンキーはですね、1個ね、3480円ということで、やっぱ大きさとか金属パーツとか、まあいろいろな要素あると思うんですけど、こっちはね3480円、でこっちがね980円ということでね、結構ね、散財しちゃいました。なんかね、なんとなくルアー買ったらね、1万円超えてきちゃいましたね。はい、まあでもね、これね、そう、1回塗ったらね、次回は同じ色は塗らないよっていうことでね、小倉さんがおっしゃっていたので、気になってるカラーはね、これちょっとね、待ったなしでね、買った方がいいなと思ってね、今回はね、狙っていた、3色買ってみました。まあね、本当によく釣れるルアーなんで、であとね、プロペラがね、若干ぶつけたりして曲がった時とかに予備をね、持っておきたいなと思ってね、あれちょっとね、動きおかしくなったなっていう時にすぐに、台打が出せるようにちょっとね、複数個持っていたいななんていうのがあって、カラーね、少し、揃えてみました。で、浅草のラインスラックにね、持っていくと、そのプロペラが曲がっちゃって周りがね、くるくるがね、ちょっとおかしくなったなんていう時は、余裕のある時だったら調整も、してくれるよなんていう風におっしゃってくださっているので、ぜひね、そんなところも含めてね、ラインスラックのルアー手に入れてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、浅草のラインスラックに行ったところで、ね、魅力的なトップウォータープラグがいっぱいあって、なんか気がついたら、袋にいっぱい入れていたよ、買ってきたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。